ダイヤモンド地区の高層ビル群ダイヤモンド地区は、大阪府大阪市北区梅田一丁目の通称。バク付き、地図大阪駅前の南、阪神大阪梅田駅のすぐ南に位置し、高層ビルや大型建造物が立ち並んでいる。四つ橋筋、御堂筋、曽根崎通に囲まれた五角形の区画が、ダイヤモンドに似ていることと、再開発当時に大阪で最も地価が高い場所だったことから、 ダイヤモンド地区と呼ばれるようになった。ちなみに、1983年から1989年、2007年から2012年の2期に、渡り近い1位を記録している。大阪市電南北線、南北線支線、福島曽根崎線の付設によって、明治末期には五角形の区画が完成し、木造の低層建築が密集するようになった。北半は、 戦前から区画整理が始まり、1940年には阪神百貨店、1953年には当時日本、一の高層建築であった第一生命ビルが、竣工している。それ以外の箇所や、区画整理も手付け数だった南半では、戦後の闇市に起因する不法選挙が長期に及んでしまい、再開発は1980年代までかかった。 中小の雑居ビル等は存在せず、ビル同士は道路下の地下街で結ばれており自由に移動できる。なお、ダイヤモンド地区の真下に展開する地下街がディアモール大阪である。四方を囲む地下駅。北側に隣接する駅。ありがとうございます。